皆さん、こんにちは。こんにちは。クレアさん、はい、いよいよですね、市長選。そうなんです。あのね、クレアさんの思いを、はい、今日はどんどん聞かせてくださいね。そうですね。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。クレアさんの構想の中に、はい、5つの挑戦と20の約束がございます。はい、その中で、はい、私が興味を持っていることをどんどん聞かせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ぜひ、よろしくお願いします。あのね、何でしょう。総合スポーツ公園。はいはいはい。これね、やっぱりね、皆さん期待されております。そうですか。どういう内容か、はい、よろしくお願いします。はい。ご覧になりましたら分かりますように、辰野市ね、こういうスポーツ施設が結構貧弱なんですよ。ね。例えば、公式の野球ができるような野球場、これは探してもありませんね。そうですね。中途半端ですね。せめてね、高校野球の予選の大会ぐらいできるような、はい、そういう球場が辰野市にあってもいいんじゃないかと。例えばお隣のですね、赤穂市なんかにも立派な球場がありますね。ね、そういうことから考えますと、はい、人口7万5000人の辰野市に、ふさわしい体育施設、スポーツ施設というのは、ぜひ、必要だというふうに思っています。それに、例えば陸上競技場、はい、辰野市に、町な陸上競技場ありません。公式タイムはね、そうですね。それで、公認していただく記録をですね、取るためには、これも隣のですね、大市町の陸上競技場をお借りしないといけないというようなことが、実態でありますので、ぜひね、辰野市にそういう公式の野球場、そして記録がしっかりと残せる、そういう陸上競技場も将来的にはぜひ作りたいというふうに思ってますね。本当ですね。はい、まあ、野球、ソフトボール、ね、あと体育館ですね。そうです。いいところに気がついて、辰野市は合併しましたので、結構たくさん体育館あるんですが、どれも中途半端で、立派な何かの大会をできるという大会はなかなかありません。で中でもね、実は辰野市ご案内のようにのみの宿根、はいはい、のお墓があります。相撲です ね、 ね、はいはい、でこれはのみの宿根は相撲の神様と言われていまして、辰野市は相撲の聖地なんですよ。まあ、そういう観点からすると、以前30年の前まではね、辰野場所という巡業をしていただいてたんですよ。私もね、子供の頃親に連れて行かれてました。はい、ね、その当時なんか現役の横綱の若乃花とかね、栃錦とか、そういう超有名な力士が辰野に来られて、そうですね、そして巡業をしていただく、大相撲を取っていただくという、まあ、そういうことがありました。ところがこれ一体なくなりました。なぜかと言いますと、今は体育館の中で大相撲をやりますので、そういう土俵を組めて、でしかも観客を入れてというような、はい、そういう体育館が、まあ、辰野市にはないんです。だからできるだけそういう少し大きい観客を入れて相撲を観覧できるような、まあ、そういう体育館をね、ぜひこれは作りたいなというふうに思っております。それを、まあ集約したところに総合スポーツ公園という、まあ、そういう施設を全体として整備したい、そういう思いですね。はい、やっぱりこういう施設ができますと、はい、全国大会みたいなね、大きな大会が ね、 そうですね、できるようなことで、うん、やっぱりいろいろな宿泊施設もご利用、はい、ね、町の活性化にもね、つながるんですね。大いに、期待できると思います。本当ですね。はい、それとですね、はい、青少年の冒険の森構想、はい、読んでいただきました。これね、はい、非常に僕も興味があって、どういうふうな内容で、どんなことをされるのか教えていただきたいんです。はい、まずね、基本的な考え方なんですけど、今の お子さんたち、結構あんまり外に出てね、遊ばずにお家の中で、まあ、ゲームどっちやで ね、 ね、 そうですね、そういうことが多いですよね。だから少し冒険心が足りない、物事にチャレンジしていこうという、そういう冒険心が少し足りないんではないかなというふうに私はずっと思ってまして、ええ、まあ、そういう子供たちに、まあ、何事にも
挑戦していくという、はい、まあ、そういう気持ちをですね、養っていただきたいと思って、実は一切町の新宮というところの山の奥にですね、大成池という非常に素晴らしい池を中心にした森があります、はい、その池と森を利用してね、子どもたち の, その冒険心、そういうものを養いたいなというふうに実は思ってまして、はい、いろいろな施設を整備したいと思ってるんですよ。いいですね、例えば今、はい、こういう施設がないですからね。でしょ、はい、皆さん、よそのね、東北の方にね、行かれて、はいはい、キャンプするにしてもね、なかなかいい施設がありません、ね、だから今度はですね、幸いにも車で近くまで行けますので、はい、オートキャンプ場のようなものをね、整備して、そこでそのファミリーで大自然で触れるという、まあ、そういう機会を作れればいいなと思ってますし、今グランピングとかですね、いろんなことも流行ってきてますので、そうですね、はい、そういうことに対応できる冒険の森というのを作りたいと思ってますし、一つはね、地元から非常に優秀なマウンテンバイク、はいはいはい、選手が生まれつつあるんですよ。今大学に進学してくださってる、いろいろと技術を磨いてくださって、いずれですね、世界選手権大会とか、やがてはオリンピックに、ね、ね、出ていただけるんじゃないかなと思って期待してますけども、そういう人たちのトレーニングの場所、そしてマウンテンバイクのコース、まあ、そういうものも整備したいと思ってます。それと池の利用ね、はい、せっかく池があるので、その池を利用してカヌーであるとか、水に親しむ、まあ、魚釣りも含めてですね、まあ、そういうことに、池を利用できるんではないかなというふうに思ってますし、今流行りの鳥の気分になるのにジップラインっていうのが実はあるんですよ、はい、そのね、池の上をこう越えていくような、まさに池の上をその鳥が飛んでいくような、まあ、そういう感じのね、遊ぶ場所、それにアスレチックとかそういうものも加えて、まあとにかく泊まりがけで1日でも2日でも十分に冒険心を養えるような、遊べるような、まあ、そういう施設を作りたいなというふうに思っておりまして、ぜひ、ご協力をいただきたいと思います。それとね、はい、やっぱり子どもたち勉強もね、はい、大事と思います。その中で構想の、クレアさんの構想の中で中央図書館構想、はいはいはい、これの詳しい内容を教えていただけますか。はい、実は市内に今4箇所図書館があります。あります。これはね、合併をしました結果、はい、それぞれの町の図書館が現在も存続している状況なんですが、辰野の図書館、これは非常に住宅地の中にありまして、敷地も非常に狭い、したがって車で行かれてもですね、駐車場も非常に少ない状態ですね、したがってなかなか利用していただくという、そういう観点からすると少し不便であります。そして蔵書数も少ないというようなことがありますので、この際思い切って小宅地区、はい、できれば本辰野の駅の近くね、はい、利用していただきやすい、交通の利便のいいところに、大きい図書館をですね、ぜひ作らせていただいて、最新の情報発信の基地として、その役割を発揮してもらえば、非常に辰野市の魅力をアピールできるんではないかいうふうに思っていますので、ぜひご協力をいただきたいと思っています。そうですね、辰野市というところは私文化人で、ね、はい、非常に多くの方が輩出しておりますね。そうですね、まあ、今からもね、はい、若者にこういう方々の、はい、もう後を継いでいってね、はい、新しい文化人がね、生まれるね、通用するような方が出ていただけたらね、そうですね、本当に
でね、その中央図書館の中の機能として、まあ、いろんな読書をしていただく、情報収集をしていただく、いろんな役割があるわけで、それは利用していただいていいんですけども、やはり先ほどおっしゃってたように、建物は非常に文化人を排出していますので、そういう歴史的なものをね、しっかりと学べる場所であったり、それとかですね、若い、高校の生徒さんからの要望ではね、やっぱり勉強する場所が欲しいんですという要望が結構多いんですよ。で、そういう要望を入れて、その図書館の中にですね、学習センターという、まあ、そういうような施設を作って、まあ、しっかり閲覧をしていただくということも必要ですし、学校のね、放課後の帰りに、そこで勉強をしていただくというような、そういう空間もぜひ作りたいなというふうに思ってますね。はい、素晴らしい構想ですね。そうですか。ぜひ、はい、実現したいですね。子供さんのね、未来の宝ですからね、我々のね。はい、ぜひとも、図書館、はい、中央図書館、お願いをいたします。よろしくお願いします。それで、場所ですけどね、まあ、先ほど、まあ、利便性のいいところというふうに申し上げましたけど、はい、ぜひ、本辰野の駅前にね、できれば設置したいと思ってます。そうですね。まあ、図書館だけではなくて、そこは駅前ですから、いろんな機能が集約していいと思ってますので、例えばバスターミナル、公共交通の結節点になりますので、バスの、発着のセンターといいますかね、ターミナル、まあ、そういうものも併設したいと思ってますし、まあ、地域のコミュニティの場所でもありますから、まあ、コミュニティセンターとかですね、公民館機能もそこに併設をする。さらに、ね、辰野市には地場産業がいろいろ盛んですね。お醤油もあれば、おそうめんもあります。ね、はい、比較もある。その他に農業、農産物っていうのもありますので、そういうものを一堂に集めさせていただいてね、地場産センターのような機能をそこに置いて、さらに先ほど来お話出てるように地方図書館と学習センター、こういうものを併設をして、人々が多くの人々が集まってこられるよう、絆の拠点になるよう、まあ、そういう場所をぜひ作りたいなと思ってまして、そうですね、はい、まあ、このセンターがですね、はい、起爆剤となってですね、駅前通り、はい、にぎわいを、ね、あ、そうね、はい、取り戻していただきたい、はい、商店が張り付いてですね、はい、人々がこう行き交うね、便利な街にね、はい、なっていただきたいなと思っております。いいお話ですね。なんかイメージが湧いてきます ね、ワクワクしますね。ワクワクしますね、はい、本当にそういう躍動するような、そうですね、そういう街の、まあ、玄関口ですから、そうです、ぜひそういうふうににぎわいを作り出したいですね。官民一緒になったですね。はい。これも素晴らしい構想でよろしくお願いいたします。はい。こちらこそ、はい、ご協力をよろしくお願いします。